コズの趣味部屋へようこそ。今回ご紹介するのはね、こちら。はい、こっち向きじゃない。はい、メガトリショップさんから来ました。はい、ルカップ呪術廻戦イタドリユージ&五条悟セット限定特典座布団付きということでね、はい、こちら本日届きました。はい、こちらはね、通常だと座布団がついてないやつなんですけれども、こちらプレミアムバンダイで私が予約したやつで、それだとね、座布団がつくっていうことでね、はい、だったらついてあった方がいいなっていうことでね、そちらで購入させていただきました。はい、なので通常版だと座布団はつかないのでね。はい、では早速ね、こちら箱から出してみましょう。はい、箱から出すとこんな感じですね。こちらが五条で、こちらが虎杖です。いや、大きさが違うね。はい、というのもね、こちらは別替えのヘッドパーツも付いてるんでね、そのせいだと思います。では早速この紙剥がしちゃいましょう。はい、っていう感じでね、こんな風に入ってます。このルカップシリーズっていうのはね、ディフォルメした可愛いキャラクターということでね、シリーズ展開してるものですね。まあ他にもね、作品別で出てます。でね、これの特徴っていうのは、ルカップルックアップ、はい、要は上目線で何かを訴えかけるような目で表現しているフィギュア。はい、なのでね、こういうのってね、結構女性はほんと好きなんじゃないですかね。特に五条先生なんてめっちゃね、好きな女性はハマるんではないでしょうか。では早速ね、こちら開封していきたいと思います。はい、まず虎杖なんですけれども、ブリスターの状態ですね。特に台座も何もなく、キャラクターのみですね。はい、はい、こんな感じですね。めっちゃ可愛い。このちょこんと座ってる感じで上目線、これめっちゃ可愛いよね。いや、でもこれね、すっごい軽い。うん、すごい軽い。これは何でできているんでしょう。うん、特に記載がないんですけれども、うん、まあおそらくソフビですね。はい、でこれはね、角度も変えられるんですよ。こうやってほら、多分首がね、ボールジョイントみたいになってるんで、こうほんとね、好きな角度に変えれるんですよ。まあ普通に真正面向いてるのもあれば、もっと上目遣いにするっていうのもできる。いや、これはすごいね。うん、もう出来もね、すごいいいですよ。うん、なんか塗装とかのはみ出しもないしね。これはよくできてるなぁ。うん、ではね、五条先生の方も開封してみましょう。はい、五条先生のね、ブリスターこんな感じです。表情替えパーツがね、付属してるんで。はい、こちらですね。まずはマスクバージョン。はい、いや、出来いいな。うん、はい、マスクしてる分ね、目線がわからないんですが、まあ、でも可愛いね。はい、ではね、こっちの表情替えパーツ取り替えたいと思います。はい、
ということでね、変えました、はい、結構ねジョイント部分は緩いっていうほどでもないですけど、すんなりポコってね外れましたね、はい、いや陸眼の目がいいですね、やっぱね、うん、これでねちょっと顔を上げれば、あうわこれはね女性のね母性本能をくすぐる感じですね、もうね、いやこれはいい。いいねこれね、はい、じゃあちょっとね虎杖と並べてみましょうか。はい、こんな感じで、うわ、いやめっちゃ並べるとめっちゃ可愛いね、うん、もうちょっとこれね上に上げてみましょうか、いやこれはねやばいね。男でも可愛いと思うんだから、女性なんてもっと可愛いと感じるとは思いますけれどもね、うん、やっぱりいいね。で、あの肝心の特典の方ね、まだお見せしてなかったですね、箱のね底に入ってたんですよね、はい、こんな感じで入ってました。で、なんかこれ注意書きみたいなのが入ってますね。で、こんな感じで座布団に有事で悟る、はい、下の名前でね書かれてます。どうせですんでね、こちらもちょっと開けてみたいと思います。はい、もう材質はね、もうなんだろうね、いやあのね、まあ、こう言っちゃなんですけれども、まあ、かなり安っちい感じには見受けられますね、うん、ほんと軽いし、うん、なんだろうね、まあ絵も言われぬ感じ。はい、これをねちょっと弾いてみたいと思います。はい、どうです。めっちゃいいねこれね、座布団ね、やっぱ座布団ある方がいいね、うん、通常版より座布団あった方が絶対いいと思うわ。座布団だけ単品で出してる人はいるのかな、メルカリとかでもね、ヤフオクでも。でしたらね、通常版を買っちゃってね、座布団持ってない方はね、座布団単品で買ってこうやって弾いてみてもいいと思います、うん、めっちゃ可愛いわこれ。はい、ということでね、今回はねこんな可愛いデフォルメフィギュア、はい、こちらをねご紹介させていただきました。ぜひねこの機会にチャンネル登録していない方はチャンネル登録よろしくお願いします。では最後はね、回転台座に乗せてお別れしたいと思います。では今日はこの辺で、ご視聴どうもありがとうございました。